はい、どうも皆さん、こんにちはです。マインクラフトフラグメント前回の続きからやっていきたいと思います。よいしょ。さあ、ステータスを戻して、で、古代の地下墓地、前回負けてしまったところね、行きたいと思います。で、今回からね、魔法を使っていこうかなと。ちょっと一発試しにやってみると、これね、オフハンドにこの魔法を発生させる、まあ、いろいろアイテムがあるんですけど、それを持って、で、この魔法球っていうやつを、こう、右手に持って、左手右手でこういう感じでね、持つっていう。で、右クリックを押すと、左手に持っているアイテムの効果が出るっていうね。ほら、これ爆発ですね。うん。着弾時に炸裂する火球で攻撃する。あと、これが、オフハンドに持った状態で使用できる。これがね、MP が80以上あると、敵を切った時に爆発するっていうね、やつです。ちょっとこれもね、使いつつ、まあ、普通の場合は、ダイヤの補助剣を持って、よいしょ、行こうかなと。で、装備はね、こんな感じで全部エンチャントしてダメージ軽減と耐久力、まあ、しかついてないんですけど、その二つで、よいしょ、つけてやっていきたいと思います。古代の地下墓地。で、前回ね、ギリギリ行けそうだったんだよね。そう。前回手に入れた、創生神の貢献。あれがね、音もなく壊れたってなって、こう、壊れてしまったんですよ。何の音もなくね、左下に壊れてしまったっていう風に出てなくなってしまったので、まあアンデッド特攻ついてるこの剣でね、やっていければなと思います。よいしょ。さあ、そんじゃボス部屋前までカットしながら、はい、行きたいと思います。はい、そんなわけでボス部屋前までやってまいりました。いやね、この骨粉のドロップ率がえげつないんだよね。ちょっと倒しただけでこんな、もう1スタック分集まるっていうね、感じです。で、エメラルドも、この戦闘だけで29個。うん、割とエメラルドはね、なんか、思ったより簡単に集められますね。うん。で、焼き魚ね、これ、回復速度の上昇が30秒間あるっていう風なことがね、なんか本に書いてあったんで、これで3つだけ持ってきました。あとはパン。うん。よし。爆裂切りちょっと試してみたいので、爆裂切りで、いけるかな。よいしょ。あ、まずゴーレム出そう。よいしょ。まずゴーレムを出したいと思います。では行くぞ。ほっ。さあ来た。ゴーレムちょっとこの辺出していい？あれ？なんかバグってない？大丈夫？行け、ゴーレム行け。めっちゃ強くない？ゴーレム。行ける。爆裂切り。あ、ちょっと落としちゃった。爆裂切り。やべ、MP が80ない。どここれ。ちょっと待って。あ、やられた。ゴーレムやられた。待って。ゴーレムもう一個出そう。ほっ。よしよし。ゴーレムだいぶ強いぞ、これ。補助剣に。ダイヤの補助剣に変えて。こいつ、叩こう。オープンス！かぶす。だ。ちょっと、雷危ない。やばい。どこ行った、あいつ。え、なんで瞬間移動すんだ。落とした。You win。 よし。余裕じゃない？あれ？エメラルド、あ、20個くらい手に入れてる。やった。余裕で勝った。いや、うん、全然壊れてないし、まずね、これダメージ軽減がめっちゃついてるんですよ。これ、頭以外はダメージ軽減3、3、4ついてるんで全然食らわなかったね。で、ゴーレムが強い。ホーグ、ラコロンドの目玉。でももしかしたらこういうアイテムとかも、ね、創生神の貢献と同じように何の前触れもなく壊れる可能性があるので、心配ではあるんですけど。まあ、ゴーレム出してればちょっといける気がするな。さあ、もう続きいっちゃいましょうか、どんどん。ちょっとエメラルド何個か持ってって、パンを補充して、いこうかな。よいしょ。敵がどういうの出てくるかわかんないけど、まあ、とりあえずアンデッド特攻があればね、ゾンビとスケルトンは倒せるので、よいしょ。まあね、このぐらい30個ぐらいあればいいだろう。オッケー。では、行きたいと思います。よいしょ。
あ、スイッチ押してないね。古代の地下墓地と屍の森クリアして、魔女の隠れ家かな次。大地の傷跡。下の段から最初にやっていこうか。魔女の隠れ家。次なるダンジョン行きたいと思います。魔女だとウィッチかな。ウィッチってあれアンデッドじゃないから、普通にダメージ増加とかで、剣とかを準備した方がいいかもしれないですね。さあ来た。お、館の中だ。うわ。お、下の階が、うわ、水が溜まってるな。こっちはどうだ。あ、ここが帰り道か。オッケーオッケー。では、水これ落ちて大丈夫そうだよね。あそこにあるね、部屋が。部屋が。おいです、アンデッドだ。よし、スケルトンなら2発ぐらいで倒せる。お、またスケルトンだ。ちょっとこれ使ってみよう。ファイアーボン。こっちの鬼をおびき寄せてファイアーボン。爆発範囲が広いんでね、結構自分も食らうんですよ。あとこれはまあそこまで攻撃力高くないので、まあ3発ぐらいですね。で、消費 MP が15。あれ、当たった当たった。あんまり使わないでちょっと MP はね、残しておいた方がいい気がするね。よいしょ。これ普通の装備なんで MP の回復がだいぶ遅いんだよね。さあ来た。あ、なんかちゃんとした家っぽくなってる。魔女の家かこれ。あ、ウィッチいる、ウィッチいる。なんだ、ウィッチの声がなんかおかしいぞ。こんな声してたっけ、ウィッチって。あ、倒した。エメラルド、違う、ダイヤモンズ。ダイヤモンズじゃん、やった。これ怪しすぎない、ちょっと紐みたいな。これあれだよね、あぶね、やべ、毒った、毒った。毒はダメージ軽減とか関係ないでしょ、多分。あ、こいつも毒った。あ、倒した。いいね、エメラルドじゃない、ダイヤモンド鉱石を落としてくれるのでかなり攻撃に使えるね。痛い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 。毒、毒あと20秒、長いな。どっから来る？こっちから行こうか。この部屋から。毒うるせえ。よいしょ。お、鉄鉱石ある。お、よし。なんで今ポニョンって落とした。これ何？ドロッパー。不気味な装飾品。これ何なんだろうね。各地になんか落ちてるけど。集めて何の意味があるんだろうね。あ、ミスった。MP を無駄に使ってしまった。そう、これ何も、左手にね、ま、魔法系のアイテムを持っていない時に投げると消費 MP が5なんですよね。だからちょっと気をつけないといけない。お、いいね、エメラルド。よし。さあ、次はこっちだ。下の方だ。行こう。よいしょ。アンデッド特攻の剣でも補助剣があればだいぶ、焦った。なんか上に、ちょっと、ウィッチ。毒食らいたくない、マジで。やめて、見えない、危ない。よし、オッケーオッケーオッケー。全然食らわんわ、やっぱり。ウィッチいるな、声するな。いた、ちょっと閉めよう。ここをまず探索したい。上の方行けるな。図書館、あ、ウィッチいる。遠距離攻撃仕掛けていこうか。よし、ちょっと待って、あんまり使いたくないね、やっぱり。ほっ、はっ、てい、よーし。ポニョポニョ音するね。バニラってああいう音するようになったんですね、バージョン 1.9 で。あ、ここになんかチェストがある。めっちゃ取りたい。うわ。怪しい。あ、うわ、え、危ない、ちょっと、これ、これは無理だろう。え、これいけるの？いや、いけないと思う。そんなプレイヤースキルないわ。こっちでちょっと練習して、あ、ここに乗れって、あはん。あ、ここから取れるんじゃん、普通に。よいしょ、腑に行くか。あれ、あ、これ。よいしょ。さあ、ここ、ほ。ほ、もうこれで決める。で、ここちょっとしゃがんで、あれ？スニーク状態だとあそこ行けないんだ。そっかー、難しいね。よいしょ。
ずっとウィッチの声がしてんだけど、どこにいるんだろう。フォンフォン言ってる。ほっ。は、ここが超絶難しいぞ、これ。ほっ、うわ届かんな。ちょっとマグマの方一回行ってみようか。もしかしたらマグマの方行けるかもしんない。よいしょ。ただ燃えるリスクがあるってことだよね。一旦ここ放置していこうか。うん。こっち進むべき道ではないのかもしれない。ただそのアイテムがあるだけみたいな。なのかもしんないので、ちょっととりあえず無視していこう。何も装備を持っていない時にマグマの方に行きたいよね。ほっ。ほっ。怪しいな。何もないか。マグマの音してるから、何かしらの仕掛けがあるのかなと思ったけど、ないね。ドリンクバーかな、あれ。ウィッチいる。ここは寝室か。お、鉄鉱石ゲット。特に何もないね。うん。よし。お、こっちにも部屋がある。うわ。おい、魔女ども、何？わらわは腹が減ったぞ。食事か、何か食べ物を持って。腐肉、腐肉あるよ、腐肉。人間ですよ。まあ、何でもよい。なんか食い物？フグ8匹と蜘蛛の目を32個持ってこい。報酬も用意しておるぞ。フグ8匹と蜘蛛の目32個。フグと蜘蛛ね。オッケーオッケー。持ってきてあげようか。お、チェストあるね。これ取ってないよね。おー、蜘蛛の目はね、一回拠点に帰んないとちょっと無理っぽいね。フグもちょっと拠点に帰って釣り竿持ってきて釣らないといけないのかな。あのマグマのとこ行くとフグと蜘蛛の目あるみたいな。頑張って行こうか。これ一回きり、そこそう行って、そう行って、そうか、オッケー、行ける。まあ、落ちてもこっちに頑張って泳いでくればいいだけの話だよ。助走は OK。いきます。ほっ！よし。ほっ！帰れ帰れ、早く早く。早く早く。やばい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 。やばい。耐久力、武器の、装備。装備の耐久力が。あれ？これこんなマグマの中って移動するの遅いの？よいしょ。早く。早く登って登って登って。あぶねえ。うわぁ、ちょっと。やばい。死ぬ。あ、大丈夫大丈夫。自然回復とマグマが争ってる。いやぁ、辛い。ちょっと、これ無理ですね。おそらく。水の方頑張っていくしかない。てか、水の中に入ろう、今。ここの水に。ほっ！危な。よーし。水の方だね。うん。マグマ危険すぎるな。あ、そっか、これ下あるわ。下行ってなかった。下行こう。真っ暗。ああ、部屋あるね、ちゃんと。下ありますね。ちょっとこの中が気になる。宝箱だけ？あれ？何これ？あれ？下に行けない。いやいや。空中浮いてるね、これ完全に。F5 で見てみると、完全に浮いてますわ、これ。ね、この辺に、通過できる、壁みたいな、ないね。さあ、宝箱を取って、あー、蜘蛛の目、鉄鉱石ありがてえな。1個がエメラルド3個分なので、よいしょ。よし。まあ、フグはいない。ここ釣るとこなのかな、もしかしたら。フグを釣るためのところなのかもしんない。とりあえず、拠点に戻りたいと思います。あれ？こっちじゃないな、こっちだ。さあ、戻ってきました。よいしょ。エメラルドと鉄鉱石を精錬しておこうか。よしよし。あ、鉄鉱石も入ってる。オッケー。サンゴ15個分だね。で、ダイヤモンドが1個何個分だったっけな。お、蜘蛛の目はあるね。32個以上。よいしょ、とりあえずこれ持ってって、羊毛と腐肉とかいらないから。うん。
いやマジでさっきのスケルトン余裕だったね。ゴーレムがだいぶ引きつけてくれてたので、その間に攻撃できたね。不気味な装飾品とかもいらないので、ここにどこだ、ここかな、入れとこう。3つ目だ。これ最終ステージで使うとかもしかしたらなるのかな。さあ、よいしょ。何をしに来たんだっけ。釣り竿だ。釣り竿は持ってるからそれ使おう。装備系はここだね。あった、入れ食い、入れ食いのエンチャントがついてますね。よいしょ。さあ交換しよう。フェンスゲートを頭につけてる危ない人がいたので、あの人、これバリバンド。よいしょ。鉄インゴッツで15個と9個か。ダイヤモンドはそんなでもないね。よいしょ。さあではもう一回魔女の隠れ家行きたいと思います。ウィッチが出てきて毒が痛いっていうだけで、あとは特に難しくはないね。で、釣り竿は使えるのかっていうね、話だよ。使えないな、これ。釣り竿使えない。すげえ。すげえ、全然すごくねえけど。よいしょ。まあ、見えない床があると、ここにね。危ないね。最初飛び込んでたらあれ死んでたから。よいしょ。ちょっとんじゃあ、ここじゃないところに移動して、釣ってきて、まあ、釣ってきたところからまた撮影を繋げたいと思います。ですね、フグ8匹を釣ろうかと思ったんですけど、確かね、ここの雑貨屋だったかでフグを売ってる人がいたんだよね。なんとなく覚えてる。この人かな、もしかしたら。最終ページあたりで、いた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 、フグ、いるね。よいしょ、2、3、4、5、6、7、8。8いただきました。ありがとうございます。雲の目、51個。よし。これで、突破できますね。ウィザースケルトン。問題はマグマのところと水のところが分かれてる。あそこだよね。うん、あそこどうしたらいいんだろう。まあ、とりあえずね、そこ行く必要があるのだったら、また何か考えないといけないね。よーし、持ってきました。誰だか分かんないけど。ここに入れればいいの？雲の目。はい。と、フグ。よし、これ食ってんのかな、今。雲の目が、ちょっと二つに分けようか。オッケー、こうすれば早い。いや、早くないな。同じだな。よーし、食ってくれ、食ってくれ。どっちなんだろう、このウィザースケルトンの方かな。お、プハー。いや、なかなかうまかったぞ。フグと雲の目絶対うまくないから。褒めて使わす。ありがとう。これ、棺かな？もしかしたら。頭ここで、あれ？なんか今降ってきた？ん？切ればお主を様々な危険から守る。あ、なんか来た、なんか来た。レスレクトの鎖。これ何？漢字読めない。レスレクトの鎖なんとかを手に入れた。装備した人間に生命力を与える。お、体力の上限が上がったね。ってことは、ここではない。マグマの方行かなきゃいけないと。いうことなので、またマグマと水ね。あそこ。頑張って攻略しよう。よいしょ。ちょっと、ダメだ、ダメだ、ダメ。はい、そんなわけで、買いました、こちら。空部の靴。跳躍力上昇2ということで、これなんか、ね、ずっと無限だから、なんかちょっとバグってる感じになってるけど、これね、すごいです。いきます、多段ジャンプ。ほん、ほ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 、はい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 、もう、上に行きすぎてダメージを食らうぐらいジャンプできます。これ何段ジャンプなんだろう。2段ジャンプくらいかと思ってたけど、全然違うね、5段ジャンプ。もう完全にワンピースの月報だよね、これ。完全に、あ、MP 使うんだ。それは知らんかった。MP 使いますね。100から一気に0になってたけど。まあでも、これがあればマグマとか行かずに行けるかな。ちょっと待って、ジャンプするときにやりにくいから、ちょっととりあえず、これね、普通の入って、よいしょ。はい、では、魔女の隠れ家行きたいと思います。では、カット。さあ、やってまいりました。よいしょ。で、ここでこの靴に履き替えて、もうここ行く必要ないから。
水の中入って、あとあそこでジャンプすればいいだけだよね。多分これで普通にいけるよね。いけるいける余裕でしょ、これ。ちょっと待てよ。あれ、これブーツ履いてるよね。あ、水の中、ここに来て、こっからね。こっからジャンプしていこう。ほっ、はっ。落ちろ、落ちろ。ちょっと待て、待て。これね、地味な難しさあるな、なんか。ほっ、あ、いけた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 。よし、いけた。よいしょ。履き替えて、ボス部屋？うわー。来た。ボス部屋。特に隠しチェストとかはないかな。隠しチェストがたまにあるんですけど、ないね、ここは。よし。では、行きたいと思います。ウィッチ。VS ウィッチの、なんだろう。魔女、ボス。でしょ。で、まずね、ゴーレムを召喚して、でその次に補助剣にすぐ切り替えて、行きたいと思います。アンデッド特攻の剣か、これ。普通の持ってくればよかったな。さあ、行こう。よし。てか、MP50 ないの忘れてた。普通の。食料不正、食料不正、食料。貴様村人か。見破ったじゃない。寝返ったか貴様。絶対に許さん。寝返っただろ。おお。やべ、なんか来る、なんか来る。焼き魚食おう。うわ、なんか来た。ちょっと、やばい。自動回復。ちょっとここ何、壊れてるこれ。いけない。無理。やばい、来た。え、なんか、倒せない、こいつら倒せないです。ちょっと。待って。うわ、なんだ。あれか。ちょっと。やばい。お。これ。あ、あれ？普通にあの村人が本体。これ壊すんじゃ。やばい。強い。ゴーレム召喚したい。けどこいつらめっちゃ足早い。やばい。これ。ちょっと。うまいことここ行って。まだ来てるな。早く。うわぁ。厳しい。痛い。食おう。食いもん食おう。うおぉ。強いな。強い。これは難しい。いやー、ダメージ軽減こんだけ装備してる防具でも難しいね。アイアンゴーレム、あれ？消費 MP30 か。50じゃなかったな。はい。そんなわけで今回はね、魔女の隠れ家のボスまで、見ることができました。うん。第、何個目？ 3 つ目のダンジョンですね。よいしょ。そんなわけで次回はね、ちょっといろいろ攻略法を考えながら、次回倒して、その次のまたダンジョンに行きたいと思います。そんなわけでご視聴ありがとうございました。次回の動画もお願いします。